溶けないアイスって本当に溶けねえんだな。もうさすがに食べません？え？いや、先輩が本当に溶けないのか観察しようって言ってからもう1時間経過してるんすけど。いや、もうちょっとだけだから。頼む、もうちょっとだけ。はあ、じゃあ本当にもうちょっとだけっすよ。ああ。でも本当に溶けなくて不思議っすね。溶けないアイスとか消せるボールペンとか水に流せるティッシュとかどんどん便利になってくな。確かに。今後もきっとすごいのがたくさん発明されていくんだぜ。例えばどんなのっすか？絶対画面が割れないスマホとか。ああ、いいっすね。ゴムが伸びないトランクスとか食べても減らないうどんとか。それは怖いっす。ああ、未来すげえ楽しみだわ。先輩、未来が楽しみなのはいいんすけど、さすがにそろそろ溶けないアイス食べません？いや、あと2時間観察しよう。いやいや、俺にとってはもう溶けないアイスじゃなくて食べれないアイスっす。